ご視聴ありがとうございます。たっちゃん日記です。本日なんですけど、ついに睡蓮ですね、睡蓮を僕のどのメダカかはちょっと秘密なんですけど、後では公開するんですけど、メダカの飼育容器に睡蓮をついにですね投入したいと思います。最初ですね、ちょっとうちの赤玉土大粒なんで、ちょっと小粒が良かったんですけど、こうしてちょっと砕いていく作業からになってしまって、朝早く作業してたんで、ちょっと手がものすごくかじかんで痛かったのをですね覚えております。で、この作業をですね、まあ3回くらいですかね、3回ほど繰り返して植え込みという形になるんですけど、まあそりゃ寒くて手が痛くてですね、結構しんどかったです。それでここからですね、植え込みになるんですけれど、じゃん。ちなみにこの睡蓮は赤い花が咲きます。まあ一人作業なんで、ちょっと植えてるところですね取れないんで、次の瞬間もう植えてるところになっちゃうんですけど、ドン。すいません、植え込み完了です。どうでしょうか。こちらをですね、どのメダカの飼育容器に入れるかと言いますと、その前にですね、こちら去年僕が植えた金魚草なんですけど、今年も咲いてくれました。めっちゃ綺麗ですよね。で、手前にビオトープ置いてあります。本題に戻るんですけど、さて投入しますかってことで、じゃん、夜桜です。皆さん大好き夜桜の飼育容器に投入させていただきました。この睡蓮が大きくなって赤い花を咲かせた時、夜桜たちが泳いでるのを想像したら、とてもすごく綺麗だろうなと思ったので、迷わず夜桜にさせていただきました。それからですね、水深、深さの関係もあってですね、まあ夜桜の飼育容器っていう形にさせていただいたんですけど、まあそんな感じで今回は睡蓮をついに、まあずっと前から睡蓮ちょっとやってみたくて、まあついにですね、睡蓮を購入しまして投入という動画になりました。本日もここまでご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter のフォローも合わせてよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。